はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングリフィッシュです。では、今回は、インペラトルローマの続きをやっていきたいと思います。で、前回最後、フィリギアの、まあ、内乱というか、内戦というか、シビル王発生を、まあ、見届けたというところで、今後の戦略を考えると、いうのをね、お話して、終わったと思うんですけども、今回はその続きになります。で、実はですね、少し進めていまして、まあ、フィリギアの、内戦に乗じて、まずですね、ユダヤ、フィリギアの属国化していたユダヤをエジプトの属国にしました。ちょっとね、画面の方にはその時の戦いの様子はね、早送りで出しておこうと思うんですけども、まずユダヤを属国化、さらに反フィリギア勢力の一部領土を奪い取るということで、領土がね、少しこの辺り拡大しています。で、今回その続きになるんですけども、やっぱりね、戦争のせいというか、戦争のためにというか、人的資源がだいぶ減ってしまっているので、人的資源をね、どうやって増やしていくかっていうのを今回ね、じっくりとプレイの方をやっていきたいというふうに思います。では、時間を進めていきましょう。どうしてもね、人的資源が一度枯渇すると、もう手がつけられない状態に、まあ、なってしまうということが多いので、なんとかね、そうならないようにしていきたいなというふうに思っています。第5軍に関してもちょっと一度解散する？いや、南に1個の軍は抑えは必要だよね。なので、忠誠の高いものを用意しましょう。まあ、80以上がベターなんですが、80以上がいるかというと、ちょっと80超えはいないかな。そうなると、一番高い、我が弟ラジットにしよう。んで、他の軍で言うと、実はですね、少し軍勢が多すぎるという嫌いはあるので、これを減らしていきたいなと思うんですけど、今この大体見てると、右の方にね、ちょっと手を挙げていて、忠誠って書いてあると思うんですけど、忠誠を尽くしている軍に関しては解散ができないので、これがまたちょっと難しいな。これをじゃあまず半分に割りましょう。半分に割って、で、もう一個の方を見てみて、それでちょっとね、軍を割れるか。うん、そうだね。こっちは忠誠尽くしてるものいないので、これを削っちゃいましょう。解散します。まあ、金をちょっと減らしてでも、軍に関わる人数を減らしていきます。今だと、人的資源はポップから232、従属国から13ですね。で、他のプラスボーナスで言うと、基本12、首都における穀物の余剰がプラス10、穀物の輸出でプラス5、で、貴族入隊法でマイナス10ですね。で、あとは、難易度を簡単にしてあるんで、プラス25のボーナスがついていると。いや、これ難易度、簡単でこの状態なんで、難しいとか、ちょっと当分プレイできる気がしないな。で、軍事の伝統ですね。これをどこにするかだな。まあ、系統はね、以前にもお話してると思うので、基本的には、左下であれば、まあ一番左であれば下に向かって、真ん中であれば真ん中の下に向かってっていうね、縦が系統になっています。まあ、ここは無難に、一番右側にしておきましょうか。これで、一旦は、軍のパワーを使い切った形ですね。不自由な州があると言われてもな、まあ、交易路を一つ設定してあげよう。
これによってちょっとでもね、パワーが、忠誠が上がってくれればありがたい。他なんか忠誠を上げるためのね、まあ施策というか策というか、そういったものを積極的に考えておけたいよな。不忠な州なので、何かこちらでできることはありません。そう言われちゃうとね、総督を変更する、これによってちょっとでも状況の改善を図っていきましょうか。まあ基本的には新しく割譲させた、奪い取った、そういったところが忠誠心が低い州っていうね、そういう扱いになってると思います。あとこの1万8000っていう軍だよね。この1万8000っていう軍も重いからな。だとこの1万8000の第2軍に関して言うと、どうなんだろうね。確認する限りだと、非常に忠誠心が、厚そうなので、いや、早速木材ダメか。忠誠心、半分ぐらいが忠誠心厚いんで、この1万8000は消せないよね。で、この3600ももう消せない。で、この7000に関して言うと、まあ、ラジットを直属の軍であるというのはもちろんそうなんですけど、それ以上に実は和平交渉の中で取り残されてしまった軍なので、実は動けないっていうね。そういう軍にはなってるので、まあ、動かしようがないという点は、まあ諦めるというか、どうしようもないというか、まあそういったところですかね。じゃあ今後の、まあ、展開というか、進め方というか、なんですけども、基本的にはこのナバディアを、まあ、次のターゲットとして、補足していこうかなと思ってます。次はこのナバディアをターゲッティングして、ここにね、攻略軍を送っていくというのを考えています。そうすると一旦、どうだろうね。クシュに関して言うと、外交で状況を確認しておく、プラス3か。まあ、改善行動は行っておこう。で、贈り物も送る。もう一つは、この国境沿いに、要塞を築いて、敵の進撃を食い止めるっていうのもね、手ですよね。なので、ちょっとお金を使ってでも要塞を築いておきましょう。いやー、この国境沿いの州のさ、府中に関して言うと、もうどうにもならないですね。どうしようかな。とりあえず、軍を駐留させるにしても9000でしょ？もう一度確認しましょうか。そもそも9000っていう数で足りるのかっていうのもちょっと心配な要素ですよね。左右に敵が分かれてくる可能性もあるので。やっぱりいざという時のために、お金を貯めて、傭兵をもうすぐに投入できる状態っていうのは常に維持しておきたいな。じゃあ発明ポイント溜まってるので次確認していきましょう。統治研究速度がプラス5。今軍の方が欲しいんだよね。軍事研究速度、モバーのボーナスをちょっともうちょっと早めに入れておけばよかったなという後悔はあるんですが、入れておきます。
で、あとは、神エジプトに、総督不在とはいえだ。信頼できる人もあまりいない。いや、いるね。アギス。頼むぞ、アギス。お前なら、絶対に裏切らない。不忠な衆がどうにもならないね。軽視された一門か。確認するんだったら、まず、軽視された一門の中で、不忠者がいれば、しっかりと仲良くしておこう。自由裁量の付与、これを剥奪するとマイナス10の忠誠が食らっちゃうよっていうね。マジットラジットだからね。マジットラジット。忠誠心をどうやってね維持していくか。ちょっと人物一覧で確認していきましょうか。忠誠心で並び替えをして低いところですね。いやー、35とかもひどいものあるな。しかもラジットなんで、我が弟である可能性が非常に高い。賄賂を送り、一旦55まで上げましょう。さらに友人作り。我が友人となろうではないか。まあ、兄弟なのに友人になろうという提案もどうなんだろうね。兄弟から友人って、友人の方がイメージ的には格下げのイメージがありますけど、ちょ、何をやってしまったんだっていう感じはしますね、今の。あとは、そうだね。まあ、女子は一旦置いておいて、まあ、50切ってるものがいないので、一旦これにしとく？本当は、もうちょっと、不安な要素がいっぱいあるんですけど。で、あとは、国家の、まあ、安定度ですね。これをちょっと上げていきたいので、なんとか、宗教度を上げて、生贄を捧げましょう。これでマイナス2になりましたね。今3だったのがマイナス2になりました。これをちょっとずつ上げていっていきましょうか。いや、でもね、本当に動画のコメント欄の方で、この今、まさにちょっと音が少し乱れてると思うんですけど、音の乱れがね、ビットレート悪いからじゃないのっていう話があったんですけど、これがね、まあ、実は、設定をいじってみたものの、あまり改善しなくて困ってるっていうのがあったりします。で、品質自体はプリセットで手を選んでます、今。で、あとは、ビデオカードの設定の方も、一応ハイパフォーマンスモードに設定してあるんですけど、どうもね、この音声の乱れだけ皆さん、まあ、音自体はね、小さくしてあるので、そこまで影響はないのかなとは思いつつも、お聞き苦しい点もあったりするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いろいろ試行錯誤はね、していきたいなと思ってますんで、ご了承いただきたいなっていう申し訳ないお願いと、なんかこここうした方がいいよとかあれば、教えていただければ本当に嬉しいなと思います。ナバディアとの戦争のためにね、ちょっと兵力をまた募集しなきゃいけないんですけど、これを、まあ、募集するのか、傭兵を直に雇うのかっていうのを、まあ、検討していく必要がありそうだな。ナバディア軍、数は絶対多くないと思うんですけど、まあ、それでもある程度まとまった数必要なので、まずこの3600、第6軍ですね。それで主力になる第2軍1万8000。
これが正規軍として、まあ、合わせて 21,600。これに加えて、まあ、傭兵軍として、あと2つぐらいのね、大きな師団が欲しいかな、というふうには思います。そうするとこの 16,000 と 17,000 を雇うことになるんだな。ただ結構だね、支出にはなりますね。我が弟ラジットよ、政治的野心。で、親しくなるか、何も起きないのだったら何も起きない方を選択しておくよ今はね。安定度がマイナスに、ナバディアに対してはどうしようかな。いや、この暗殺系の話とかやめといてほしいんだけどね。ナバディアに対してはちょっと一旦外交を開いて、宣戦布告するにしても厳しいしな。軍事通行権の要請、いや今ナバディアは倒したいと思ってるから必要ないでしょ。何、友人になるのを拒否してきやがった。まあ、それそうだろうな。兄弟から友人への格下げですからね、言ってみれば。今安定度がマイナス2で、安定度はこれ以上もう下げたくないので、請求権を捏造するっていうのをまあ一つ入れていきますか。で、請求権を捏造した後、征服の回線を行っていくということが一番いいかな。で、そのためには弁舌力が221必要だということで、今144ですね。なのでこれをちょっと待ちましょう。プラス3なのか、弁舌力一気に得る、まあイベントが起きれば一番いいですけど、少しその状況ではないと思うので、まあ、内戦の方をねコツコツやっていきましょう。じゃあ軍のためにお金が必要とはいえ、ここはお金を得るためにさらに、まあ投資市場開拓を行っていきます。で、あと注意しておかなきゃいけないのが人口とお金のバランスなんで、まあ人口はね今プラスに転じるということなんですけど、お金だね。あとお金、陸軍の維持費だな。これ今戦争中じゃないんで、特に陸軍に多額の金を払う必要はないということで、陸軍の支出を抑えましょう。で、他は陸軍の維持費下げた、要塞の維持費も下げた、賃金も下げた、もうこれ以上はどうしようもないね。まあ毎月16前後の収入っていうことなんで、交易路をこれ以上開拓することもできないし、お金を爆発的に得る方法もなければ、どうだろうね。ポップの昇格するにしてもね、今弁舌力は使いたくないし、
一旦このまま我慢するしかないのかな。ただ市場投資に関しては、まあどん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 、やっていく必要あると思うんで、そこはねしっかりやっていきましょう。ここにこういうね、割と大きな都市に関しては金を使ってばらまいて、結果的にね、しっかりとお金を得るっていう、そういうことをやっていきましょう。リノベーションか。金かかるんだろうな。そうだよね。さて、どうする？ソシリットにオンを売るかどうか。ただ金はだいぶ減る。で、ラジット一門は名声25を獲得ね。まあ、ここは一度。人気10は結構大きいので入れておきましょう。お金は減りますが、ではちょっとね、ボソボソとお話してきてしまいましたので、一旦時間を進めていきたいと思います。そしたらここで賊が湧いて出てるので、この賊退治を行っておきましょう。本当はね、この賊退治のためだけに軍を新たに雇うのは厳しいな状況ではあるんですが、蛮族退治はやっておく必要があるので、まあ北からは傭兵を今雇いました。で、南からは正規軍9000、第5軍を派遣していきます。これをできるだけね、まあ、サクッと終わらせて、次なる戦いへと備えておきましょう。あと海軍の方ようやく創設しました。海軍の方も創設しています。まあ、ちょっとね、今海軍の出番があるかというと、海軍の出番があるような賊退治ではないんですが、逆に海賊が出た時とかにね、うまく投入できればいいかなと思ってます。で、あとはですね、欲しい弁舌力223まで、179で、ちょっと今止まってしまってるんで、これも223まで上げてですね、早々に、ナバディアに対しての海戦自由というものを得ていければいいかなと思ってます。たまにね、この蛮族湧いて出てくるからね。ちょっと待って、蛮族に敗れた系、もしかしてアドゥルマキダイ。こいつらを撃破しなきゃいけないのに。破れたね、今。
傭兵軍が正規軍9000であれば十分に勝てるとは思うんですが、それにしたってあっけなく敗れたね傭兵軍は。蛮族どもに次々に蹂躙されてるからな。ゲージはここは国民の人口増加プラスのボーナスを受けるデメテルの祝福を選んでいきましょう。この戦いを確実に勝利してほしい。ぐは、敗北か。マジですか。ちょっと正規軍を用意しないといけないのかな。水兵アップしてるので、海軍創設してるので水兵の規律アップを入れておきましょう。しょうがないね。そうなると新たに軍創設していきますか。1万5000ぐらいの大体で、そう、戦造、これがね作れるようになったので、これ早速作りたい。どれほどのものか。戦争による戦いで蹴散らしてくれよ。あと騎兵をねちょっと入れたかったんですが、騎兵はまだ時間がかかりそうなので持っておきます。でもせっかくのさ、この内政頑張ろう期間なのにこの低たらくだからね。で待ちに待った弁説力100をゲットしたので、これでいつでもね開戦可能というところにはなっています。まあ、ただ、この蛮族退治してからですね。いや、これ戦闘に負けるかな。勝ってると思うんだけどね、戦い自体には。まあ、なんとかこれを撃破していかないと話にならないからな。だいぶ奥深くまで侵入されてるけど、何度も何度もやっぱり蛮族退治のために軍を出していくしかないね。戦争に関して言うとめちゃくちゃ時間かかってるな。8月5日に完了、戦争の募集。いやーこれ時間かかりすぎる。8月の5日までだって、まだまだだいぶ先だからな。しかも奴隷がさらに反乱だと。ちょっと待ってくれ、時間止めます。しょうがない、この1万8000を戻すしかないな。だってここ奴隷がさらに1万1000だからね。これ以上内乱を長引かせるわけにはいかない。
さらに傭兵も雇う。くっそー、こやつらめ。蛮族に奴隷に全てを。解放していかないといけないな。ちょっと急いで後を追いましょう。まずはで傭兵1万6000がさ、スッと消えちゃう仕様は、これもしかして蛮族相手だと効かない系なのかな。いや、本当にここまで進行されると思わなかった。どうする？安定度を失う代わりに奴隷への譲歩。奴隷に譲歩するしかないな。市民が殺されるわけにいかないからね。いやマジで何なんだこいつら。やっと沈めたな反乱を。この次は解放していかなきゃいけないからね。奪われた土地を。弁舌力は一気に上がってお金もある程度増えたものの、まあいらぬ戦いが起きてしまったがために奴隷への譲歩をせざるを得なくなる。まあ、一応すべての土地は帰ってきたっぽいですね。じゃあまた国境に戻しましょう。いや戦争に関して言うと時間むっちゃかかるね。やっぱ数を揃えるのに。あとはやっぱりあれだね、傭兵が蛮族と戦った時に塵のように消え失せるというのが問題な気がするわ。で、総督の配置ですが、まあやっぱりね、前回は忠誠心の低いものを何も考えずに指名していったがためにとんでもなくひどい目にあったので、忠誠心の高い人間を基本的にはこういうところに配備をしていきます。戦争部隊とかも最強の部隊になるだろうからね。これももう本当にある程度というか絶対的な信頼のおける人を配備していきましょう。で、9000っていう数のね部隊も死滅したからな。また9000っていう軍を用意しておきましょう。いやー人的資源いくらあっても足りないな本当に。で、 できるだけやっぱりね人的資源は急には増えないので失わずに戦っていきたいって考えるとどうなんだろうな。
このナバティアとの戦いもすぐに開戦していいものかどうかっていう疑問が残りますよね。まあ、数としてはどうだろう、5万ぐらいの軍を得ておくと、まあ、安心なのかなっていう気もするんですけど。で、次の発明ですね。軍事レベルがようやく1に達したので、中身見ていきましょう。お給限界プラス 10% のスペラルヌメラーリー。奇抜な砲弾。包囲能力がプラス5。うん。最後は重砲兵の記述。今ね、重砲兵持ってないんで、これもちょっと微妙なんですよね。そうすると、まあ、補給戦か奇抜な砲弾か。まあ、ここは補給限界プラス10にしておきましょう。まあ、すぐにこれが効いてくるほど大軍を動かせる見込みはないんですが、一旦ここでね、補給限界プラス 10% を入れておきます。お金は少し余裕が出てきているので、そしたらまた各都市に光と市場を立てて、そこに金を生み出す土地を作りましょう。で、ナバティアとの戦争計画は先延ばしにしたとはいえ、軍はナバティア国境の、ま、南側って言った方がいいのかな。あ、そちらの方に一部展開を先んじて行っておきましょう。すでにね、3500は展開済みなので、さらに2000を展開して、5500を展開しておきます。マジットがなんかやたら凛々しくなってるな。で、あとはそろそろね、39歳になってる。結婚しないと。39歳なら一番見た目が可愛らしい子にしよう。誰が一番可愛らしいかな。うん、マジットだな。マジット何持ってる。残酷マジか、雄弁マジか。何なんだ。雄弁マイナス1がつくのに、プラス1がつく。まあ、顔重視でこの、年齢だけ見よう。マジと。18歳。結婚します。それでね、子供をバシバシ産んでもらいましょう。というところで、今回ね、まぁ、ちょっと、蛮族奴隷の反乱、まぁ、相次ぐ、まあ、国内のね、不安定が露見した形になりましたが、これをしっかりと収めて、またね、戦争に向けていきたいなと思います。で、ちなみに次、生贄を捧げて安定度を上げるには、187必要なものの、今173なので、これをね、次、最初に初手として、やっていければいいかなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。